強調するような材料もなく、ニュース的なネタがどうのこうのっていうわけでなく、長期的には上がっとんだけど、4時間ぐらいの目線では割と数日じりじりして面白くない相場だよなーというのが率直な感想という限りで。はい、じゃあ2019年5月24日、本日の仮想通貨時価総額、上位10特にドル円の相場考察します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、若干上昇したかなーのアメリカドル換算244ビリオンと、その通り前日換算で見れば、2% から 3% 前後ほどの上昇が目立つよなーって。一番上昇しとるのがテゾスの 5% で、逆に下げたのがキャッシュ SV の 3% 弱と、それ以外除けばほぼグリーンが目立つよなーってとこ。ダッシュのあの 51% 合意還元のアップデート全く影響ないですね、相場に。よくわからんなーってとこで。続いて日本円換算の時価総額を言っても、こちらも若干上昇している26兆8004億と、じわりと戻したのかなーと想像しつつ、時価総額1位のビットコインからいきましょう。週は 20MA、120MA 特に変わらないもん。若干あれですね、 20MA の角度が少し上がってきて微妙に入りが詰まってきたかなって、あのいい意味で。ロウソク的にはそこまでというところで86前後移動しとるかなぐらいで、この足目線で見るとそこまで影響ないですわね。だからなんか数日の下げたり上げたりが全く気にならん状況というところで、冷やしいくと、こちらも同様ですね、 120MA、20MA 特に角度変わらず、ただ数日似たような金額を移動しとるロウソクもあって、若干この乖離が縮まってきたよなって、それぐらいですかね、気になるっていうところでは。さあ90、91ぐらい、ここら辺がどうしてもなんか頭打ちじゃないけど跳ねれん部分になっとるわなーって感じますわね。4時間行くとやはり数日その動きがないのが同様で、移動平均的に言うと 20M なんかは上がったり下向いたりしながらずっと数日移動して、現在では水平気味のところの若干下にロウソクがいますと。ただほんとこら辺87とか86とか前後しながら、本当に3日ぐらい4日ぐらい動いとるような感じだよな。そういうことやっとるもんで、冷やし換算の 120m も当然あるんですよね。ロウソクも乖離が詰まってきますわね。上昇もせずに下降もせずっていうところで、とりあえずここまでですね。やっぱり自分的には触って抜けるまでは絶対ほかっとくでしょうね。そこら辺を下抜いたぐらいで一回あるかなって、ポジションもしあれなら解消するかなっていうとこですかね。結構楽観的ですけどってとこで。はい、じゃあ次はイーサ。週はこちらも 25MA 特に角度変わらず、 7MA にしてもそこまで角度変わったわけじゃなくて、ロウソクだってもちろん高値更新しとるわけじゃないから、そんな動きはないということで、やはり週足目線で見ればそこまで変わらんわなってとこで。これで前日 1% も上昇していません。冷やしと 25MA は角度変わらんも、 7MA があれですか、下向きだったのを水平に近くなったというところで、多分あれでしょうね、昨日今日とそこまでの動きがなかったから、それだけ水平に近くなってきますわねというところで、4時間行くと 25MA が若干右下、 7MA が水平気味、その真ん中にロウソクがいて、この足だけ見ればやはりあれですわね、ビットコイン同様曖昧な部分が多いよなって、どっち転ぶかわからんという状況で、長期的には上を向いてますけどというところで。はい、じゃあ次はリップル。こちらは 25MA 水平気味、 7MA がやや角度ついて、ロウソク的には若干乖離離れも別に高値更新しとるわけじゃないで、そこまでの動きはないですね、この足だけ見れば。冷やしていくと 25MA 角度変わらないもん、 7MA があれですか、若干右下向いとったのを緩くしてったと、その通りにあれですね、前日の差がそれほどなければそれだけあれですよね、低い移動平均線は緩やかな角度に落ち着いていくというところで、4時間行くと 25MA 右下、 7MA 水平気味、やはりその真ん中にロウソクが見て、この足だけ見るなら曖昧なとこが多いよなって、上位の足が上がっとるからまあいいにしても、全体的に数日間本当にどっちつかずの動きなんだろうなってところで。はい、じゃあ次はキャッシュ ABC。 週足 25MA は角度変わらないもん、 7MA が緩くなってきましたと。それでもまだあるのは確かなんですけど、高値的には特に更新してるわけじゃなく、逆に安値だってめちゃめちゃ切り下げてるわけじゃないので、やはりここも週足目線ではそこまで動きは変わりません。冷やしていくと 25MA 角度変わらないもん、 7MA が少しついてきたってとこっすか。ただこれも数日単位で見ればそこまで大きな動きじゃなくて、やはり全体的にここ2、3日はそこまで差がないわなというところで、4時間やこと、こちらの4時間も同様ですね、今までのトークンと。25MA 右下向いて、 7MA は角度ついてくるもん、その間にロウソクいて、現在はなんとかあれですか、 25MA に触りそうなところで、ここら辺どうでしょうね、最近の動きからいくと、また触ってごちゃごちゃするのか抜けていくのか、この足だけ見れば全く分からないですからね、上位足見とるもんね、ただ跳ねていく方が可能性高いって感じるだけで。はい、ということで次はイオス。
週は 25MA 少し角度ついて、 7MA は特に変わらず、ローソク的にも乖離が離れるわけでもなく、高値更新するわけでもなく、やはり全体的にあれですね、週足目線までの影響を及ぼしてない相場なんだろうな。日足いくと 25MA の角度変わらず、 7MA が緩やかになって、そのちょっと下にローソクがいると。ただ他のトークンよりはイオスの方があれですよね、 25MA との乖離が離れてる部分ありますよね。4時間足見ても十分ロングって言える状況だろうな。はい、ということで次はライトコイン。週足 25MA は特に角度変わらないも、 7MA が水平気味、その通りに先週比較としてはそこまであれですもんね、高値も安値も下がんないというところで、やはりライトコインも同様、週足レベルで影響が出るという状況ではないと。日足行くと 25MA 角度変わらないも、 7MA 水平気味なのは今までのトークンと一緒ですね。その若干下にローソクがいて、数日単位で見ればやはり動きない、これも一緒です。4時間行くと 25MA 下向き、 7MA が少し上向いてきて、その真ん中にローソクがいる、これも一緒ですね。イオスぐらいですね、4時間足レベルでもロングだって言えるぐらいなのも、他はだいたい25と7の間にローソクがいるよなというところで。はい、と次はバイナンス。週足は25MA、7MA 角度変わらず、変わらないにでも基準が急角度ついたか恐ろしいですわね。週単位で高値も更新しそうですし、これで前日比が 2% 強ほど上昇。日足いくと 25MA 角度変わらず、 7MA も同様、その若干上にローソクがいる一方、高値更新まではないにしてもあれですか、近いブルーのとこは維持しとるんだ。 7MA は抜かずに相変わらず強いというところで、4時間行くとこちらは 25MA、 そこまで角度変わらず、 7MA 緩やかな右上、現在は 7MA 抜いてローソクが少し上にいます。同じプラスだって言ってもあれですよね、バイナンスは上がり続けとるプラスだから、他のトークみたいに最近数日ごちゃごちゃして、なんとかあれですよね、4時間してどうのこうのジレっぽい状態で言える状況なんで、完全あれですよね、右上角度ですもんね、4時間足目線でもさ、週足あんだけ上がっとるから、下の足もこんなチャートになるわというところで。はい、じゃあ次はカルダノ。週は 25MA 特に角度変わらず、 7MA が水平気味で、その若干上にローソクがいますと。一応ロング目線では間違いないけど、カルダノも同様の週足レベルで影響しとるという状況ではないです。日足いくと 25MA の角度変わらず、 7MA が若干緩くなってきたのが、昨日とあれですか、それほど値動きの差がないってとこです。これで前日換算が 3% 弱ほど上昇。4時間いくと 25MA やや右下、 7MA が少し上向き、その真ん中にローソクがいる。ただカルダノに関しては、昨日の夕方とかに1回 99MA 触るぐらいだから、基準値としては低いですわね。あの現在価格がどうのこうのじゃなくて、単純なローソクと移動平均線だけの割合というところで、ただ全体的にはやっぱり動きは変わらんすよね。週足目線では影響ないけど、4時間足レベル、特にここ数日はごちゃごちゃしてようわからん状態っていうのが、この足だけ見ればというところで。はい、じゃあ次はステラ。週は 25MA 水平に近いやや右下、 7MA が上向くも若干目を細めると右下向きそうなとこですか。ただローソク的には 25MA の上におるし、水平には近いし、こっからまあそうだな、逆行くらって下抜いていくっていうのはどうかな。他のトークンがあるんで、そこら辺の可能性は低いと思いますけど、冷やしていくと 25MA 角度変わらず、 7MA もそれほど変わらず、ただ昨日換算ぐらいではそこまで動きはなくて、若干乖離が詰まったってとこですか。 7MA と4時間行くと 25MA 右下、 7MA 水平気味、その上にローソクがいて、 25MA との真ん中ですよと。ストラ的にはなんとかあれですか、 7MA に戻したぐらいってところで、 25MA まではまだちょっとタッチの距離があると。価格的には前日比換算で 1% ほど上昇で、上昇割合だけ見てもそんな他のトークの差がないですわね。ジリっぽい動きも一緒で、全体的にやっぱ傾向強に似とるよなってとこで。はい、じゃあ次はテザ。ビットフェニックスとイーサフェニックスの IO プラットフォーム立ち上げたトキネックスにあれですね、トークンセールやってほしいという、で上場させてほしいのは出てくるんだろうな。あれも恐ろしいかなと思って、ニュース的なネタとしては。相場的には特にどうのこうのなく、一番乖離離れたのが今日の朝6時台ぐらいです。それも結局誤算の範囲で、やはりステーブルコインらしくそこまであれですね、動きでどうのこうの強調する状況はないですよね。これでもなんとか順位に保っとって面白いですね。あれだけのことがあってごちゃごちゃ騒がしとって、信用は明らかに上がっとるとは思えず、むしろ下がっとる
感がある一方、あの IO プラットフォームしたり資金調達もできたり、まだまだ維持しとるというところで、ニュース的なネタは特に目立ったところなく、トキネックスでトークンセールを行っていくぐらいですかねというところで、はい。とそれで最後はドル円、例によって昨日から遡っていきますけど、短期水平ぐらいのところを上抜いとったのを、夕方入るぐらい前、3時とか4時とかそんなもぐらいに短期抜いていって、ロンドンで一気にやられて、触らせてすらもらえんですね短期に。そのままどんどんやられて、特にあれですか、10時とか夜のそんなぐらいに割と長いの食らって、完全に買い離れてって、その後も復活することなく、ニューヨーク入ってもまだまだあれです。やられてやられるも、ただ夜中ぐらいになんとかプラス出したりしながら、帰りが縮まって、ようやく朝方ですか、アジアで短期に触れたんだ。そこで9時とかですか、一回短期抜くも、そこでまた叩かれ、現在は短期触っとるぐらい、中期ははるかに遠い109円の半ばと一気にやられましたね。冷やしていくとその通りあれですね、短期を抜いていけるかと思いや、ここで一気に長いの食らって、あれですね、さらにまず短期の下に落とされたんだ。怖いなこれは。このままもう一回中期ぐらいまで行くかなって想像したんですけど、逆の動きでしたね。これは分からんですね。それは確かに週が下がっとるで、一方過去の傾向があるで、これはあれですね、やっぱドル円は関わりたくないわと感じさせられる相場で、その通り週足行っても短期下向き、中期が水平気味、おそらくトレンド出るの遅いから下向きになっていくでしょうね。さらにはローソクが短期から乖離離れたとこ行って、これであれですよね、昨日の下げじゃないけど、そこら辺でまた遠のいたわな。これで冷やしレベルでもどうのこうの言えるわけじゃなくなって、また振り出しに戻されたなと。ただ荒いんで冷やしレベルではやってくるとこあるでしょうね。そうやってまだいいまだいいと冷やしレベルでカンカンって数回やると、週足レベルまで影響を出すほどの動きするんで、やっぱこれはあれですね、荒いで分からんってやわからんすわね。ただ現時点で言えるのは、週も日もロング目線ではないというところで、そんな感じで全部終わりましたけど、特に本日はあれですね、強調するようなトークンとかなく、割と似た動きで、同じ上げ幅でもバイナンスがずっと4時間足でも右上チャート刻んどるのは、そら週足があんだけ上がっとるからですよね。そこ除けば本当に似た動きで、日足週足レベルまではロング目線も4時間足でごちゃごちゃして、そこだけ見ればようわからんっていう状況がここ数日だよなって。それが時価総額とかにも現れとって、めちゃくちゃ上がっていくわけじゃなく、下がっとるように見えて、そんだけ時価総額が減ってるわけでもないんで、どこら辺で動きがあるのかとこそはね、少なくとも日足レベルに影響出るまでは下の方には動かんかなって勝手な想像してますけど、悪い意味で裏切られたドル円は過去の傾向から荒かったね。このまま冷やしレベルでも戻していくんかなと思いきや、昨日一気にやられて、冷やしレベルで回復もせずに振り出しに戻されましたね。これでそうやっていっとると、また数ヶ月後とか、たたんうちにカンカンって、暑くなる夏ぐらい前に戻してくるような過去の傾向をたどってしまうんで、なんとも言えんすよね。ドル円に関しては本当あれですね、週足日足1時間足で見とって、それぞれの足は言えるけど、全体的にどうのこうね、ここはあれですね、苦手だな。あのポジション取りたくないですね。これでやるならビットコインが自分は楽だなと思う限りで、まあそんな感じで、特にあれですね、強調するような材料もなく、ニュース的なネタがどうのこうのっていうわけでなく、長期的には上がっとんだけど、4時間ぐらいの目線では割と数日じりじりして面白くない相場だよなというのが率直な感想という限りで、はい。でまあそんな感じで、以上2019年5月24日本日の仮想通貨時価総額とドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。ドル円ほんと難しいよこの相場。